はい皆さん、こんにちは。稲見泰弘と申します。6年目の ISDC o となる今回は、SWIFT5.5 で登場する a s y n c イトを中心に、その裏側を支える概念であるモナド、えー、リヘイゾクコルーチンについてお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ちなみに私は、普段料理レシピ動画サービス、クラシルを運営するデリー株式会社で IoS エンジニアとして働いています。 テリーではクラシルの他にも女性メディアのトリルを運営しています。もし料理や美容などに興味がありましたら、ぜひこちらのアプリを触っていただければ幸いです。それでは早速始めたいと思います。まず最初にこれまでの Swift の非同期計算の歴史について振り返ってみたいと思います。従来の iOS ではこのスライドにあるようないわゆるコールバック方式の非同期計算が中心でした。コンプリートンハンドラーを引数に持ち、 それを別のコンプリートションハンドラーの中で実行するといったコードをよく書いていたと思います。もしこの、この場合ですね、直列に非同期計算を繰り返すと、このようなテストの深いコードになるのがご存知だと思うんですけど、俗に言うコールバック地獄ってやつですね。そんなコールバック地獄を和らげる方法として、注目されたのがリアクティブプログラミングなどと呼ばれるものです。通称 r x ですね。 古くはプロミスとかフューチャーとも呼ばれてで、それらをデータストリームの形で一般化したのがこのオブザーバブルです。iOS13 からはコンバインフレームワークによって、パブリッシャーという名前でも導入されています。Alex を使った非同期計算の連鎖の例はこのようになります。フラットマップと呼ばれるメソッドをです、ね、チェーン上につなぐことによって、まあ、深いネストにならないというのが特徴です。そして Swift5.5 ではこれらにとって変わる エーシンカウェイトという新しい概念が導入されました。先ほどまでのコードがですね、えっと、たった2行でこと収まるように書ける。このエーシンカウェイトはまフラットマップよりもさらにネストがなくて、手続き型でま皆さんに馴染みがある構造かと思います。そして読みやすいという利点があります。エーシンカウェイトを連鎖的に書くとするなら、このようなコードになります。まあ、ここではタスクのディタッチストを使った非同期計算の実行を行っています。 このように iOS 開発の世界では、コールバックからプロミス、リアクティブプログラミングなどを得て、今回新しく進化 y n c a が導入されるわけですが、果たしてこれまでの古い考え方はもうオワコンと見ていいんでしょうか私個人の意見としては、まあ、半分正しいんですけども、半分不正解ではないかなと思っています。なぜなら、プログラミングの世界をより深掘りしていくと、実はこれらの概念はどれも同じようなものと見な,せる見なすことができるからですで。その深掘りに達するためにはですね、 関数型プロググラミングの理解が不可欠なんですねでそこで今回は関数型プログラミング三重詞を連れてきたよということで簡単にご紹介した,したいと思います。まず自己監視の件におけるものの対象であるモナドそして、えー、継続は力なりの継続最後に協、えー、調的な発表をこなすコルーチンですね、えー。今日は主にこれらの3つのテーマに沿って水質5.5のエ進シンカウェイトどのように密接につながっていくかを解説していきたいと思います。 でこれは毎年恒例の中きなんですけども、警告メッセージなので、まあ、無視して始めたいと思います。それでは早速、モナドの話から始めたいと思います。モナドについては、過去の ISTC の2018年で発表した内容を一部再利用しています。また別の勉強会になりますが、より詳細な解説をした発表のスライドもありますので、ぜひこちらの資料を後日チェックしてみてください。これからお話しするのは、これらの話の続きの物語になります。 検論の話は、えっと、今回ほとんど出てこないので安心してください。さて、モナドについてなんですけども、前回 SWIFT のプロトコルを使ってですね、擬似的にこのように書いていました。これは i u s t c 2 0 1 8年のものをそのまま引っ張ってきたものです。重要なのは、モナドっていうのはファンクターというものを継承していてで、ファンクターというのはマップという関数を持っているんですね。そして、モナドはさらにユニットというものとジョインという関数2つの関数を持ちます。 このユニットジョインは、えっと、引数は引数のなしのイニシャライザードを置き換えることもできたり、あとフラットマップに置き換えることも可能です。なので、えっと、フラットマップが出てくる方っていうのは大体モナドなんですね。モナ,ド,ド,のモナド,ドの例をいくつか挙げてみたいと思います。まず、オプショナル。オプショナルは、まあ、マップとフラットマップがあるのはご存知だと思いますが、さらにイニシャライザーも備わっていて、まあ、これがユニットの関数になります。なので、オプショナルはモナドです。続いて、アレイ。 アレイもまた、マップとフラットマップを持ち、空引数のイニシャライザーを持つので、これもモナド。もう一つ、オブザーバブルも見てみますと、やはりマップとフラットマップを持ち、今度はスタディックファンクジャストっていうのがあるんですね、RX の世界では。なので、これがユニットに相当します。なので、オブザーバブルもモナドです。ただ、厳密にはモナドっていうのはさっきの3つの関数を持つだけでモナドとは言えなくて、実はこのスライドにあるようなモナド即というものを見出す必要があるんですね。 ここでは重要なのは一番下の結合率というものです。これがモナドの一番重要な性質です。結合率を会業を入れて分かりやすく書くとこのようになります。上のコードはフラットマップを2回メソッドチェーンしています。下のコードはフラットマップの中に入れ子でフラットマップが呼ばれている。結合率が言うのはこれらが互いに等しいとみなすことです。これをですね、例えばスケールさせた場合どうなるかというとこういうふうに書けるんですね。おや、なんか見覚えのあるコードが出てきました。片方はメソッドチェーン。 で片方はコールバック地獄の再来ですそう実はモナドっていうのはですねチェーン、メソッドチェーンをですね、コールバック時刻に置き換えることができる悪魔の実だったんですね。っていうのはまあ半分冗談でですね、まあ、逆変換もできるので、逆にコールバック地獄からメソッドチェーンに改善することができるっていうのも意味しています。これがモナドの力です。実は私たち i o s エンジニアは、まあ、フラットマップという言葉を使わなくてもですね、すでにモナドに慣れ親しんでいたりします。 その代表的な例がこのオプショナルチェーンです。このオプショナルチェーニングをこのハテナのところで開業してみた場合ですね、実はフラットマップにきれいに対応するってことが分かります。なので、ハテナというのはフラットマップの信託集クだと言えます。ここでさらにですね、キーパースエクスプレッションを導入して、さらに何か関係性がとても近いように見えるっていうのが、あのご覧の通り分かりやすいかと思います。つまり、オプショナルチェーニングのハテナ演算子っていうのは、 フラットマップのことであり、まあ、さらに細かく言うなら、ゲッターも加えたものと見なすことができます。次に、リザルトの場合を考えてみましょう。スイートには残念ながら、リザルトに関してはこのようなオプショナルのような専用の遠い構文がないんですけども、えー、とモナドでですね、まあ、フラットマップチェーンを書いた場合、なんか他にいい構文がないのかっていうのが考えられるんですけど、まあ、それがスイートではスローイングファンクションという形で表れています。スローイングファンクションは、まあ、エラー型がちょっと弱くなってしまうという意味では、ちょっと若干あの1対1の関係ではないんですけども、 まあ、一旦そこ目をつぶることにします。で、このコードではですね、スローズ付きの関数の中でトライキーワードを使って中身を展開している。まあ、これが結構先ほどのオプショナルのハテナの時と同じなんですね。で、今度はトライキーワードがフラットマップと見なすことができます。これが先ほどのフラットマップチェーンで、こっちはまあ、ある意味トライチェーンですね。で、この考え方をまさに a 進化ウェイトにそのまま当てはめることができます。 エーシンカーウェイトでは、専用のモナド型っていうのは存在しないんですけども、まあ、こ,こ,でこの発表の中では、エーシンクモナドというものはまあ仮にあったとしましょう。まあ、これはプロミスのようなものと思ってもらって構いません。そして、フラットマップメソッドチェーンは、やはりスローズトライの時と同じように、そこをエーシンカーウェイトに書き換えるだけで、公文的には正しくなります。まあ、簡単ですねで。ここまでの話を一旦整理します。モナドは、マップ、ユニット、フラットマップの3つの関数を持ちさらにモナド則を満たす。 そして、モナド即のうちの結合率、これがコールバック時刻とメソッドチェーンの行き来をすると。先ほど例として、オプショナルリザルトエーシンクが全部フラットマップでかけてたものが、演算子になると、キーワードになると、ハテナだったり、トライだったり、アウトという形で現れてくると。つまりですね、モナドは、モナドと言語仕様のキーワードっていうのは、こういう関係、対応関係があるというふうに言えるわけです。 実はこの対応関係を握るのがですね、計算効果と呼ばれるものです。英語で言うとコンピュテーショナルエフェクト、略してエフェクトと呼ばれます。計算効果を簡単に説明すると、まあ、純粋な普通の計算に加えて、さらに追加の計算を行うことです。まあ、いわゆる副作用ですね。例えば、スローズ・トライの例外処理であったり、まあ、エイシン・カー・ウェイトの非同期計算だったりします。また、先ほど見てきた通り、モナドの場合はフラット・マップという言葉1つだけでめて説明してきたんですけども、言語使用ベースで、 キーワーワドを使ってていいいくとですすすねそれぞれれぞ異なる制御演算がが現れてきますまあ、こういう違いがありますちなみに計算効果というのはこの2つ以外にもいろいろあって、例えば状態更新で立ったりとか、あと非決定性計算などさまざまあります。さて、ここまでモナドと言語仕様のキーワードというのは対応関係があるということは分かってましたが、まだ理解のためにちょっと溝が深いように思います。もう少しギャップを埋める方法はないのでしょうか その答えとしては、d o 記法というものを挙げたいと思います。ここでいう d o 記法というのは、Swift の d o のキーワードじゃなくてですね、関数型プログラミングにおける、いわゆるモナドを手続きとみなす記法のことです。例えば、他言語だと、ハスケルでは d o 記法と呼ばれて、スカラーでは方式などと呼ばれます。d o 記法をざっくり説明すると、今までこういうふうに書いてきたフラットマップのチェーンがですね、まあ、このように手続き的に書き直すことができるというものです。まず全体の スコープとして Do 基本のスコープがあってその中であの今までフラットマップと書いてたものが左矢印の演算に変わっています、まあ、このように書くことでフラットマップのメソッドチェーンがいらなくて、まあ、あたかも手続き風に書けてしまうというのが Do 基本の特徴ですで、これはさっきさっきのやつらあのリザルトの例なんですけどリザルトスローズトライの例なんですけど今度はレイシンカーウェイトに対してもや同じようにやってみると、まあ、同じように書けるんですね つまり、モナドは、ドゥーキ法によって手続きに変換することも可能と。そして、水質の言語仕様と似せることも可能なんです。そう考えるとですね、なんだ、モナドというのもさえあれば、全部モナドで何でも表現できちゃって、もう言語使用とか、そんな難しいこと考えなくていいんじゃないかというふうに思えるかもしれません。しかし、答えはというとですね、必ずしもそうではありません。実は、モナドには、計算効果が合成できないという大きな問題点が昔から指摘されています。例えば、この例のように、 エーシン c とスローズの両方が同時に入っている場合、それを同時に処理した場合を考えると、まあ、Swift の言語使用上なら、まあ、下のコードのようにですね、まあ、トライ・アウェイ t を使ったり、t ライだけを使ったり、アウェイ t だけを使ったりといった形でサクッと実装できるんですけど、実はモナドだけ考えてしまうとですね、扱いが結構厄介です。ちょっとここでは解説は割愛しますけども、まあ、いわゆるエーシン c ドゥの中にリザルト・ドゥを書くとかいったや,やり方と、ちょっと複雑なんですねで。うまくいかないです。なので、 実はモナドっていうのは複数のモナドの合成が扱いにくいという問題があります。そこで、貫通型プログラミングの世界ではですね、ここで挙げているようなさまざまな手法を用いて問題の改善に取り組みました。今日の話では、この中でも比較的シンプルであつあの分かりやすい自由モナドというものについてお話しします。自由モナドというのはざっくりこのようなことです。 これまでのモナドはですね、プロトコルベースで書いてましたが、それを e n ナ m、UM、ベースに書き直せるようなイメージですね。ここではインダイレクト e n ナ m、UM、を使って再帰的な定義をしていますで。ユニットとジョインっていうケースが2つありますね。これがまさに先ほどのユニット関数とジョイン関数でした。でこれ重要なのは、重要モナドっていうのはなざっくり説明すると、関数 F っていうのがあの型引数にあるんですけど、これを与えることによって、その構造に対応したモナドが ただでで手に入るって感じなんですねだからまあフリーモナドっていうのはフリーって呼ばれてるんです。で、これで重要なのはモナドっていうのはモナド自体は合成しにくいんですけど、一旦まず監修と F のレベルで考えると、それらは合成がしやすいです。なので、これらをまず合成してから、このフリーモナドに与えるっていう、うまく利用したアプローチになってます。で、えー、ここではですね、そのスローズと Async の監修というものを定義して、まあ、もうすでに合成した場合を考えています。つまり ENUM ケース1個ずつをもう合成して2個あるようなものを考えています。でそれのフリーモナドを適用すると、a s y n c スローズ s モナドができます。でさらにまあヘルパー関数としてですね、f u n ク t r y と f u n ク a w a i t っていう関数をここでも作ってますけども、これの中見るとですね、えっと、まあジョインだと難しいこと書いてますけど、これ自作してるんですね。重要なポイント、大事なポイントなんですけども、Try ア Await を自作できると。でこれらを使って、 試しにですね、まあ、トライアウェイト関数を、まあ、ス、基本の中で書いてみると、まあ、このように書けて、たいまあ、SWIFT 言語の仕様と同じような書き方ができているっていうのが分かると思います。実は、G、ジオモナドっというのは、まあ、SWIFT の言語上に、さらに自らの独自の言語を作っているようなものなんですね。いわゆる言語内 DSL と呼ばれるものです。実は、これっていうのは、まあ、言語内 DSL ってことは、つまり、中小公文機があるってことです。アブストラクトシンタクスツリーですね。 で先ほどのコードをですね、AST にそ変換すると、実はこのように書くことができますで。これをどう解釈するかっていうのはまた別の問題なんですね。でちなみにこの,あの構文だけを見てもこれ、ここでコールバックヘルが起きているというのは雰囲気がわかると思います。はい。で、漢字、まあの,の解釈の方なんですけども、えっとまあ、ここではそんなに解説しませんが、いわゆる,いわゆる AST を、えっと、このようなコードを書いてですね、実行、実際の実行に落とし込む、副作用に落とし込むということが考えられます。 まあここではです、ね、この構文がまずあって、それを解釈する解釈機が、インタープリーターがここにあるっていうイメージです。こういうふうに分離、きれいに分離できるのが自由モナドの大きな特徴です。はい。というわけで、まあ、ここまででですね、あのモナドの話をざっくり50ページくらい一気に話したんですけど、えー、簡単にまとめます。えー、まず、モナドは先ほどマップ、ユニット、フラットマップがあり、モナド速があるで。さらに、えー、とドゥー規法の話をしましたが、これがまさらに手続きにも変換できるんですね。なので、モナドはかなり万能だと。 さらに、自由モナドというものを使うことによって、その合成が難しかったものも、トライオウェイート、先ほどの例で見せたように合成が可能になります。そして、えっとまあ、あのほとんど言語仕様の,の構文と変わらなくなってくるので、モナドと言語仕様はもう10日だと見なせるでしょうとで。それらはどちらもですね計算効果について基本的には語っているというふうに言えると思います。はい、というわけで。 ここまでお疲れ様でしたって感じなんですけど、まだ関数型の30種の1人目の紹介ですので、次に2人目の紹介に進みたいと思います。次は継続についてです。継続というのは簡単に言うと、コールバック関数のことです。ここに書いてある通り、型 A から R ですね、単純な関数、コンプリーションハンドラーのことなんですけども、プログラムの残りの計算のことを意味しています。継続に関連してもう一つ重要なのが、こっちの方がむしろ重要なんですけども、いわゆる継続渡しスタイルと呼ばれるものです。 英語で言うとコンティニューションパッシングスタイルで CPS と呼ばれます。これはコールバックを引数に取る関数です。だから AR からの R という関数ですね。先ほどあの一番最初に冒頭で話したファンクフェッチというコールバック関数があったと思うんですけど、これはまさに CPS なんですね。今この黄色の線とオレンジの線が書いてあると思うんですけど、コンプリーションハンドラーの部分が継続。そして、それからの帰り値っていうような感じの,のが CPS です。 こういう違いがあるというのをまず覚えておいてください。そして CPS が今回すごく登場してくるので、それをあの知っておいてください。Swift 5.5の, 5. 5ので、ね、A 進化を終えたですね、この CPS はものすごく重要な役割を担います。というのも、スタンダードライブラリのコードに見ますとですね、まあ、継続の型としてですね、Unsafe Continuation という名前が、まあ、登場してるんですね。でこれは、えっと、まさに、えっと、コールバック関数のことです。T から VOID の関数というふうに見なせます。 そして、スタンダードライブラリーの中にはですね、Funk with Unsafe Continuation というもう一つ重要な関数があります。これは型を眺めてみると、まさに CPS から Async に変換する関数と見なせるんです。つまり CPS っていうのは、非同期計算にとってのプリミティブなものだと言えるわけです。はい、CPS の考え方は、まあ、従来の関数の見方とまるで世界観が変わってくるというのを例をし示して見せたいと思います。 ここでは関数 fgh があり、引数をもらって返す、返り値を返す。シンプルなスタイルですね。これを直接スタイルと言います。もしくはダイレクトスタイルです。これらを順に適用した関数 f というものについて、それの cps を考えてみたいと思います。するとこのように、コンプリーションハンドラーが付いたバージョンになるんですね。fu-cps。内部でもこの fgh が cps 変換されて、まさにコンプリーションハンドラーの連鎖が起きているように見なせます。 ちなみに後ほど解説しますが、これは先ほどの直接スタイると実は同じコードなんですね。同じコードと見なすことができる。まあ、ちょっとそれは後で説明します。ところで、この関数ですが、引数の順序を入れ替えることもできます。まあ、このようになります。ちょっと右側のオレンジの部分の型が少し変わってますけど、まあ、こちらも実は CPS と呼ばれます。実はこれっていうのはですね、すでに i o s DC 2018年でもう話していることなんですね。 いわゆる CPS 変換。これは、検論でいうところのヨネダ埋め込みというやつで、コードで書くとこのようになります。これが末尾再起最適化などに使えるというやつですね。で、単純にやってきたことは、実は FGH に CPS トランスフォームを適用して、FCPSGCPSHCPS を得たというわけですね。ここでさらに、ちょっと関数合成の演算も思い出してもらうと、最終的に結果としてはですね、直接スタイルはこのレッド風のように、そして CPS はレッド風 CPS のように書けます。 で見比べてみると、まあ、これ関数的のあの合成の場合は右から読むんですね。F は与えてって G はやって H と読む。しかし CPS 版になると順序が逆になっているのが分かると思います。HCPS、GCAPS、FCPS ですね。これは、つまりですね、下から下に書いたようなコードが上に向かって逆流して計算されているようにも見えるわけですね。言い換えると左から右に順番に FGH と読めるんですけども、 まあこれ、えっと、逆順に見えるっていうのはどういうことかというとですね、ここにまずコンプリーションハンドラーがあって、これがえっと、フー CPS のコンプリーションですね。これが H にとってはこのコンプリーションハンドラーなんです。つまり、えっと、フー CPS の合成なんですね。をラップしている、その、コールバックになっている。で、さらに G にとっては、このコールバックにどんどんこうやって大きくなってるっていうのがわかります。つまり、小さなコールバックから大きなコールバックへ逆流して、 逆順な形でその大きく作ってるって感じです。というわけで、CPS の合成というのは、継続を下から上に向かって合成しているということに等しくなります。ちなみにこの話ですけども、CPS をですね、モナドと見立てることができるんですね。それを Do ーキ法を使って説明したいと思います。まず、CPS を先ほどの AR からの R って関数をストラクトで包んで、これをモナドと見なします。すると、このスライドのようにですね、 ルーキーを使って手続きで書いた場合っていうのは、実はもう右側のコードと Swift のコード、これはもう普通のコードですよね、手続きのコードと全く同じものとしては使える。実はむしろ継続、左の方がもっとより高機能になるんですけども、まあ、ほとんど同じように見なせる、信託タ的にも同じように見えるっていうのが、まあ、継続のすごいところですねで。継続の合成の順序はこのようになります。まず下から、上へと、このような順序で、えーまあ、実行されているように。 まあなんかわけわかんない感じですよね。まあでも継続っていうのはまあそういうものです。ちなみに余談なんですけど、まあ、CPS っていうのはですね、パイプ演算子としても有名です。まあ、いわゆるユニクスパイプですね。まあ、これは実は中身は関数的をたらしているだけで、引数がこう順序逆,逆になっているだけなんです。でこれ、型に注目すると、実は A から A の CPS に変換しているものだっていうふうに見出せるんですねで。実はこれって,形的,しては形的にはフラットマップに似ているんです、とても。 なんで実はモナドと CPS というの間にはすごい深いつながりがあるということがこの例だけでも分かれます。さて、そんな継続なり CPS を見てきたわけですけども、今回の性質5.5の大きな目玉の一つであるストラクチャードコンカレンシについてもご紹介したいと思います。これは一つの CPS の一つのユースケースと言えます。ストラクチャードコンカレンシを従来の GCD ベースの非同期計算と比較するとこのような図になって、これは従来のバージョンズですね。 まあディスパッチ Q が0番、メインスレッドとかがあって、それが Q1、Async を呼んで、Q1 を並行実行する。で、それから Q2 へと繋がってくわけですね。ただ従来型の場合ですと、この a s シンクを呼んだけど、親はそれ以降何もあの監視しないんですね。なので、親が先に亡くなっても Q1 を生き続けるみたいなことが起こります。これは、いわゆる非構造的な並行処理なんですね。で、この後に話すんですけど、コルーチンですとか、 リソースをその開放する、例えば全部キャンセレーションを入れるとか、そういった処理ができないという大きな問題を持っています。そこで構造化された並行実行である Structured カレーシー、これを導入することによって、親タスクと子ことタスクが必ず入れ子状態になるというものを実装することができるんですね。で、タスクが釣り構造上になって、全体管理がしやすくなるという大きなメリットがあります。これを継続の視点で眺めると、次のコードで説明することができます。 ここではファンクリテインリリースという関数を作っているんですけども、これはリソースの確保と解放ロジックを両方同時にやってる、同時かあの両方をセットするっていう、それで CPS を返すという関数です。いわゆる別名、ブラケット関数とも呼ばれます。これを使うと、様々なリソース管理をですね、構造的に扱うことが可能になります。例えば、この複数のファイルハンドラーを操作する場合を考えてみます。まず一番目のファイルを開いて、ハンドラーを取得し、 その中の2番目のファイルを開いて何か操作する。この時に1番目のファイルハンドラーから先に閉じてしまうと、まあ、予想外の動作を起こすことがあり得るわけですね。なので必ず逆順であのクローズ処理を順次にやっていきたいと。って場合ですね。まあ、こういう時にリテインリ,リース関数を使うことによって、えー、例えばですね、ここで黄色の部分がありますけど、えー、とこれ中の,その2番目に開いた方のオープンとクローズの生存期間が、まあ、この黄色のスコープ。それに対して えっと親の方はより生存期間が長いと、必ずこういう状態が作れるっていうのが、このリテインリリース関数の特徴です。で、ストラクチャードコンカレーションもですね、基本的にはこの複数ファイル処理と同じ考え方ができます。そうすると5.5からは、タスクグループというのも導入されて、まあ、中でアッド,ドタスクをすることによって、コ、まあ、タスクをですね、家構造で管理することができます。 そうするとですね、上の方で使っている利点リリースというのがまさに w i t h スクグループに相当して、下の方のチャイルドタスクの方は w i t h スクキャンセレーションハンドラーをあのやっているというふうに見なすことができるんですね。で生存期間もちゃんとあの必ずリエコンになっていて、キャンセルをすることによって、親がキャンセルされれば子が必ずキャンセルされるといったような実装になることができます。これがまあ継続の力ですね。はい、ここまでで十分まあ継続 CPS が s スイフトに密接にかかってくることは分かったと思いますが、 まあ、関連ネタとして、c、まあ、コール c c というものについて軽くご紹介します。コール c c というのは、先ほど見てきた、ま a l l b a c の合成ですね、途中で、途中で大きく変改変することができるんです。つまり、えーと、普通の計算以外の計算効果を加えることができます。まあ、でいわゆる GoTo ですとか、例外処理、ロングジャンプといった、まあ、ぶっ飛んだ処理があの実現可能ですで。このコードはですね、えー、とスライドのやつは、有志自治氏の2019年で話したやつで、いわゆる論理学の世界でおいては、パースの法則というもので知られています。 この CallCC を使うと、まあ、様々な計算効果を与えることができて、例えばこの例では、リターンブレイクとかいった早期脱出の例だったり、あとデファー処理ですとか、あとエラーハンドリングですね。これは CallCC に2個を使っていますが、まあ、様々な計算効果をですね、この CallCC 関数たった一つでできると。ただ、一方でですね、CallCC はすごい非常に危ないクロマ法と呼ばれていてですね、プログラミングの世界における、ま、デーモンコアみたいなものです。でそこでまあもうちょっとそれを安全側に倒せた実装としては、 限定継続というものが挙げられますここでは解説を端しりますが、まあ、シフトリセットという限定継続などがあって、これがモナドと同等の計算効果をもたらすことが知られています。限定継続の例はこんな感じです。今日のところはモナドに変わるこんな機能もあるよということだけ知ってもらえれば幸いです。というわけで、継続と CPS のまとめをしますと、まあ、まず継続というのはコールバックのことである。CPS というのはコールバックを引数にした関数、継続渡しスタイルですね。 で例としては、まあ、パイプ処理、まあ、ユニックスパイプではもそうですし、あと、ストラクチャードコンカレンシーもまさに CPS の例と言えます。で、あの発はしょっちゃいましたけど、まあ、コール CC とリシフトリセットといった、モナードと同像の計算効果という概念もあるということを知ってもらえれば幸いです。つまり、モナードを使わなくても、継続を使えば、計算効果を考えることができるんだよということです。はい。で、まあ、最後に書き足になりますけども、関数型三重子のまあラストを飾るコルーチについてお話ししたいと思います。 コルーチンというのはざっくり言うと、中断と再開ができる関数のことです。これを用いると、このスライドのような強調的なマルチタスクが実現できます。いわゆるデ,ッド競データ競合やデッドロックが起こらないということを保証してくれるんですね。今、ここではファンクゲットバクシンというのがあって、プリントしてですね、まあ、ワクチンというふうにプリントするわけですけども、ちょっと怪しいんですね。ここポーズっていう関数が途中に挟まっていると。で、これをランコルーチン下でやってるんですけど、実行すると何が起こるかというとですね、 まず、まあ、ゲットバクシン1のこの枠がプリントされて、でここでポーズが来ます。そうすると一旦この関数は中断しちゃうんですね。で、次の制御でゲットバクシーン2に行きます。で、枠が出力されて、で、またポーズします。で、ポーズしたらまた元に戻るんですけど、今度は、えっと、中断したところから再開するんですね。なので、ここが出力されて、最後は、あ、これ関数抜けて、こっちに行きますね。で、最後にこれが出力されると。つまり、1、2、3、4の順番で出力されるんですね。とてもワクワクしてきますね。 ちなみに、コルーチンは何もこう中断してたら制御を移すだけの関数ではありません。この例では、ファンク、センダーとリシーバーという関数があって、お金のやり取りをする例を考えてみましょう。つまりま、データの受け渡しも可能なんですね。まず、ここではリシーブを実行して、すぐそこでサスペンドするんですね。でここで、口座はお金を引き落として、お金を送ると。そうするとこ、のこのセンドもサスペンド関数で、こっちに制御を戻るんですね。で、マネーをようやく取り出して、それから口座に加えるといった。 で、スコープを抜けてで、こっちの実行もスコープを抜けると。これがこれうチンの力です。基本的にデータ競合がこのフローの中で起こることはないですし、まあ、ロック処理も不要というので、とても強力な機能なんですねで。具体的にこれをどのように実装するのかっていうのが今日のテーマです。やり方としては、まあ、今日話したモナドというのと、あと CPS を使う方法が考えられます。今回はモナドをベースで考えてみたい,いと思います。 ここで記載しているのは、ルーチンモナドと呼ばれるもので、まあ、前回見てきた自由モナドにですね、まあ、さらに M というものが加わっています。これは副作用なんですけど、まあ、そんなに細かい話なので、あんまり気にしないでください。で、モナドのユニットの部分がですね、ENAM ケースの段になってて、ジョインって書いてたものがサスペンデドになってんですね。で、それぞれは完了したタスクと、あと中断したタスクのことを表しています。でここでヘルパー関数として、次の関数を定義します。今回重要なのは上の関数で、ファンクサスペンド。 これはコルーチのサスペンデッド状態を表す関数になります。それでは実際にですね、えっとまあ、自由モナドにです、ね、そのいろんなベース関数を与えるといろんなモナドができるので、まあ、その自由ベース関数をいろいろ考えてみましょうと。でここではポーズ,モナポーズ,ジポーズ関数かを考えて、これを自由モナドに当てはめてみます。そうすると、であとヘルパー関数としてです、ね、ポーズ関数を使うで。これ内部ではサスペンドって書いてあると思うんですけど、まあ、こ,ういうこれらを揃えます。 そうすると、先ほど、ワクチン2回接種の例なんかは、このようなコードを書けるんですね。まあ、これはもう本当、公文的にはもう先ほどの疑似のコードと同じ書き方ができます。ちなみに余談なんですけど、ランコルーチンって実装は、どういうふうに実装されているのかっていうとですね、ちょっと細かいんですけど、まあ、ざっくりこういうのになります。イメージとしては、コルーチンをですね、CPS の配列とみなすんですね。中断ポイントで区切られた配列に見なして、 まあそれを ZIP して、それを順番に実行しているようなものです。まあ、細かい話なんで、一旦忘れてます。で次に、お金に入れている例も、コルチモなどで定義できます。ここでは、センド、コルチンを考えて、ちょっと先ほどの,あのポーズのベース関数と若干形違うんですね。でこちらも、リシーブのコルチモなど、これも若干先ほどと違います。こっちは、レッドセンドの部分がタプルですけど、こっちは関数になっていますね。なので、このだけの違いがあるんですけども、 これを使うことによって先ほどのお金のやり取りの例も示すことができます。あと参考程度にですね、ランコルーチズつもここに下に書いておきました。でこれを AsyncAwait にも当てはめることができるわけですね。Async のコルチモナドを考えることにしましょう。今ここではですね、前回の自由モナドの例をそのまま引っ張っているんですけど、前回はこのトライとアウェイと両方を合成した状態でいろいろ議論したんですけど、今回はトライの部分をちょっと一旦抜きにします。そうすると このように書けるんですが、この、で、ヘルパー関数で await というふうに書くんですけど、先ほどジョインってで、中ではジョインしてたんですけど、実はこれサスペンドに変わるんですね。要するに、えっと、ジョイン部分がサスペンドに置き換え終わって解釈していいっていうのが、まあ、いわゆるコルチモナーとの考え方です。なので、await 関数がサスペンド関数をここで呼んでいるのが分かりますし、あと何より await 関数をこって自作してるんですね、自分でね。で、それでこういう実装が書くことができます。 ここでは、えっ、ー、と、まあ、エーシンクコルーチンを複数用意して、それを強調的に実行した場合の実装です。で大事なのはですね、ここでもランコルーチンズがまあ複雑な実装をしているわけですけれども、この部分がまさに、えー、と Swift のアンダースコアコン関レーシーのプライベートランタイム、この中で、これ相当のものが実行されているというふうに考えられます。 実装内容については、ですね、えっとまあ、今回、自由モナドをベースに、ね、話してきましたが、まあ、そのいわゆる CPS と状態モナドを使ったパターン、まあ、こっちの方がどっちかというと、ですね、えっと、継続をこうヒープ状に移したりとかっていう、WWDC のセッションの通りの動きをしているので、本当は説明と引きにはこっちの方がより的確な解説ができるかもしれませんが、ちょっと今回は、えっと、自由モナドの方が簡単だったので、そっちでコルチを表現してみました。はい、というわけで、えっと、コルチのまとめをすると、こうなります。 コルーチンは中断と再開ができる機能を持つ関数のことで、コルーチンの表現方法はいくつかありますが、そのうちの GUM などの変換書を使った方を今回示しました。で、ジョインっていうのが、えっと、まさにサスペンドの部分をなってるんですね。で、先ほどアウェイトの自作関数を作ってましたが、これの正体はサスペンドを実行しているということになります。そして、Async のランコルーチンズは、まさにアンダースコアコンカレンシが内部でやっていることに相当すると言えるでしょう。 で、えっ、ー、と、先ほど言った通り、その継続モなど CPS と状態モなどを使ったバージョンについて考えるのは、えっ、ー、と、視聴者の皆様の宿題としたいかなと思ってます。はい。というわけで、いかがだったでしょうか。えー、まあ、彼ら、関数型の三重子が、まあ、SWIFT のエーシン化ウェイトや、並列、並行実行、並行処理をですね、説明する上で、とても強力な概念であることが、まあ、ほんのりとでも今回伝わっていただければ幸いです。というわけで、今日のまとめとしてはですね、 スイスト5.5、このエーシンカーウェイトを知るためには、コルチンの概念がまあ必要で、コルチンを知るためには、モナドと継続、両方の理解が必要だということがまあ伝わってくれれば幸いです。そして、最後にですけど、まあ、これらの 30C 倒した後に、さらに裏ボスのですね、これら計算効果の 30C たちっていうのが待ち受けてますので、まあ、ますます目が離せない展開だと思います。えー、一旦、えー、今日は途中になっちゃいますが、お話を終わりにしたいと思います。 最後にこちらが今回の参考文献になります。結構ありますが、6ページくらいあります。はい、最後に、えっ、ー、と、弊社のデリーではエンジニアを絶賛大募集しています、えー。今日の話をもっと聞きたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお声がけください。そのまま採用コースで、まあ、フォースプッシュいたします。はい、というわけで、まあ、け足になりましたが、今日の発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。